はい、おはようございます皆さん、時刻は間もなく9時になろうとしております。8時、50… いいや細かいの、まあ、いいか9時。今日ここじゃん JR 橿原駅にやってまいりました。はい、今日のメンバーなんと新春特別企画と我々純ちゃん龍ちゃんの3人の仲間たちで、はい、今日はですねなんと久々にラッキーガーデンを訪れる旅、はいはい、に行ってみたいと思っております。はい、親、はい、玉コース詳細お願いします。親玉、ここからまず柏原の水仙の咲いてるところ、ちょっとまだ早いねんけどね、そこにちょっと行って山を入っていきます。はい、でそこから労働テクテク走って、はい、のどか村、はい、四季山、はい、それから、十三峠を越えて、はい、車下がってますよ、ラッキーガーデンを目指します。はい、というコース、はい、まだありますよ、まだあります、はい、大阪50山に生駒行かなくて、ああ今日はね50山生駒、うん、あの、はい、遊園地の中にあるやつですね。はい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 、そこ行って石切の方に降りて終わり、はいはい、だいたい20キロあるかないかぐらいなんでしょうか。はい、それでは今日も元気に行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう、よっしゃよっしゃ、こいどこいどこいど。なんとか神社、何をやったかな。後で字幕入れてください。はいはい、お参りしていこう。はい、なんやそれ。叩くんか。どうぞ。いい眺めです。はい、森には神様がおられます。はい、ありますと。でここから入ります。左に曲がって、はい、希望の道で今日は行きます。はい、よし、はい、どうぞ。行きます。なんでやねん。うん、その網登ってきたやん。すごい。おーい。
ポイントで足元がドキドキするあー本当だ、確かに視界を遮るもの、イエーイ、イエーイ、撮ったろ、はい、すごい、ここめっちゃ10時36分、距離は 6.2 キロ、はい、のどか村にやってまいりました、はい、なんかちょっと看板が華やかになった感じしますね、うん、マクドかみたいなトイレ行こう、ポテト M はないぞって感じ、トイレ休憩です、はい、じやーん、のどか村といえばこんにゃくと卵です、はい、ありがとうございます、りゅうちゃんのおごりです、イエーイ、こんにゃくが110円、卵が80円、2022年1月現在です、なんか卵は値下げしたって書いてありました、ほかほかです、では早速いただいてみたいと思います、いただきます、大丈夫、トイレで洗ってきた、まずは美味しいな、これがほかほか見える湯気、いただきます、いただきます、しみしみ、めっちゃほかほか、うん、これ美味しい、出汁が染んでる、美味しいです、うん卵ですかぶるとこ嘘な一口で食べた卵まん一口、すごい、え、これ一口ちょっとやばいよね すごいな、量入りましたね卵まんやからいただきます、うん、あー、しみしみ、うん、これね、ほんとおやつに幸せな気持ちになるよプリンとか持ってるんやけどね、私は卵が、卵とこんにゃくがこう付き方にしてほしい、家でもおでん作ろうってなるわな美味しい、おでんの存在忘れてた、おでんにはならんのおでんか、うん、うん、めっちゃ気になる、これ卵美味しいよね、うん、卵美味しい、めっちゃ卵の味濃い、いや最近スーパーで一番安い卵ばっかり買ってたから、うん、やっぱ全然ちゃうなこれ、うん、うん、おいしい、うん、濃いわ、うん、卵の余韻に浸っております卵おいしいわ、久しぶりにほんまにおいしい卵食べたって感じやった、うん、どうでしたか、リュウさん、まだまだ道のりは長いです次は四季さんを目指します、はい、はい、時刻は11時ジャストです、うん、距離は8キロ、はい、じゃん、なんていう吊り橋ですかこれ、知らん、吊り橋です、吊り橋、はい、渡ります、行って、あすこちゃん、はい、いい天気だね、でそこ、うん、あ、出っ張ってるとこある、あそこから、あっちかと思いました、そうそうそう、はい、見つかっちゃった、ありがとう、イエーイ、一緒に食べたらいいよ、イエーイ、すっごいリアル、じゃあちょっと実況してみたいと思います、せっかくなんでね、なんとふかちゃんがトラまんじゅうを買ってくれました、かわいい、でも予想してたトラじゃなかった、むっちゃあのあれやな、いかついトラやな、そうそう、ああいう、ああいうトラを、あ、そう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 、めっちゃ怒ってますよいきます、ガオーピー、うん、おいしい、ほかほか、へー、うん、欲しいのが早い、もう太い、湯気立ってます、つぶれん湯気で、うん、想
像の 1.5 倍美味しい。うん、うん、ありがとう。ありがとう。あの虎やな、さっき上がってきた。そうそうそう、一気に高度上げてきた。あ、立派。ここ聞き切ったんちゃう、こんなん見えてなかったような気がする、うん。すごい。なんかこんな見えるスポットだな。うん。おお。切ったんやでここ。切ったん。なあ。どっから来られた。あの虎を見て奥の院まで行って、はいはい、でまたちょっと戻って。まだ戻って。あ、本堂まだ拝んでる。ああ。時間間違えたと思って。ああああ。夜景じゃないですか、そして。そう、そうです。あの。あ、本当ですか。私も買おうと思って。めっちゃ似合いですよ。すごい。ちょっと私の方が短いです。あ、これね、耳カバー、耳カバーついてるやつ。そんなんまであるんですよ。これいいですよ、耳冷たないんですよ。まだ夜景のありがとうございます。ちょっとしばらく編集かかりますけど、また上げておきます。4本目だね。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。失礼します。はい、こう渡るんやない。いや、左やで。何遍来てんねん。フラワーロードに出ました。これが、はい。なんかコミックみたいな写真なかったっけ。はい、あ、着きました。なんと時刻は13時30分。はい、距離は誰や20キロ行かへん言うとったの。もう 21.3 キロやがな。お、頼むぞ19番。あれです、ラッキーガーデンって書いてありますね。こっちが桜でこっちが羊です。道路を挟んで、こっちはね、ちょっとあのおしゃれ系の食べ物で、こっちは味付けたし。出ました、やりました。カレープレート1600円出ました。バホバホバホ。ね、それぞれの味を楽しんだ後は全部混ぜこぜにして食べるのがスリランカ風らしいんですよ。うん、これがね、来るたんびにね、入ってる惣菜とかがね、変わるからね。そうなんだ。そうやね、前はトマトとかもなかったしね。うん、だから決して、水とおしぼりはあのセルフサービスで取ってきますと。ここのカレーは本当美味しい。食べます。いただきます。ペロン。なんかいいの？大丈夫よ。あ、びっくりした。実写タイム。動物でもいいのかな。動物ちゃうよ、視聴者の皆さんです。このチップスも美味しいね。リスでもいいのかな。めっちゃ金のウロとか探してた。いただきます。うん。
腹ペコやし余計にね。おいしい、しみるね。うん、あ、めっちゃうまい。家じゃ作られへん味。うん、おいしいわ。今日チキンカレーかな。これふりかけみたいにして食べるといいらしいよ、これね。これね、うんうん、さすがこちゃん詳しいね、これ、うん、うちの家の近所のインド料理屋もこうやって食べてて買った。もうそのインド料理屋潰れてしまった。日本で商売するのも大変やな、ね。あ、これこれ、このスパイシーな味、うん、美味しい。うん、この一つ一つの食材を生かすようなバター風味であったり、この人参をめっちゃ細かくしてあったり、本当にね、気が利いてるよね。どうですか、リュウジさん。おいしい、おいしい、よかった。おいしい。全部混ぜるのがもったいない。リスじゃないよって。ネギもちょっとクリーミーな。美味しいわ。見た目が綺麗ね。うん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 。すごい食欲をそそられるわ。まあ、クリスマスの時に来たらなんかブロッコリーでツリーみたいにしてあってすごい可愛かったよね。来るたびに新鮮な。これ多分また来るわ。よかった。完食です。もうね、ここのカレーはね、一個一個のこのグループの食材がそれぞれ完結してるぐらい美味しい味付けなのに、それぞれ特徴があってね、これを全部混ぜるとまたこれが不思議とお互いの邪魔をしない味わい。そうやな、そうやね、全然えげつくなくないね。え、不思議って。でここら辺にあったパイナップルがちょいちょいと散りばめられて程よいアクセントになったりしつつ、とにかく不思議な味わいなんですよこれ。もう素材の野菜のシャキシャキ感だとか新鮮さだとか出つつ、いろんな切り方もしてあるし、人参だけでもすごいバリエーションを楽しめるし、ほんと改めてここのカレーはすっごいなとしみじみも思いました。リュウジさんどうでしょうね。よう、そんなペラペラ喋れるな。一番美味しかったのは半熟卵ですかね。卵や、そう、忘れとった。卵食べたん。手に取ったよ半熟。忘れとったわアホ。ふかちゃん帰ってきたね。ふかちゃん聞いて、いかがだったでしょうか、初カレープレートは。めっちゃ美味しかった。あの本気で美味しがっていただいてました、よかったです。いや、もう近いうちにもう一回来ます。よかった、リピーター出ました、リピーター出ました。完食です、ごちそうさまでした。のんびり歩いております。余韻に浸りながら、美味しかったな、しかし言いながら歩いております。満腹らしいです。あのね、パッと見そんなに多くないかなと思うんやけど、いや味わって食べてるとね、じんふんわりとこの満腹感が押し寄せてくる感じのね、ええもん食べたって気しますわ。はい、生駒を目指してます。あ、生駒山ね。今日は五十山でしたからね。はいはい。はい、残念なお知らせです。競技の結果、大阪五十山、あれだめ、シギさん初詣ランということになりました。つまり生駒はカットです。でもね、時刻がね、もう3時前なんですよ。ね、これはちょっともうね、店をこう畳んでね、打ち上げに行こうということになりました。本当はこの先にある生駒山に登って、向こう側に、大阪側に降りて、お風呂入って、梅田で繰り出す予定やったんですけど、やめました。はい。もうね、大概ね、あれ舐めとったらあかんで、降りるのすごい急やねんから。ええんか、ふかちゃん。行きたくなかったか、大丈夫か。売り切れ寸前でした。売り切れ寸前らしいです。臨機応変が大事です。ありがとうございます。はい、